ブローラのお時間になりました本日のテーママインドセットだけで1億稼げる理由っていうことで昨日ですねプレゼントの方をしたのでマインドのね究極のマインドセットみたいなプレゼントをしたのでまあそれにかけてまあブログ書いたんですけれどもなんかねマインドセットで稼げるって言われるとなわけないっていうね批判が来ると思うんですけどもまあこの話をするとうん確かにみたい確かにというかうんうんみたいになると思います。 まあそもそも1億稼げるっていうのは何で稼ぐかには言及してないわけですよ。もう一度言います、ね、このタイトルっていうのはマインドセットだけで1億稼げる理由。じゃあ何で稼ぐかっていうのは別に指定してないんですよね。 指定してないので、まあ、僕たちって普通に働いててもサラリーマンで働いててもですよ、まあ、これ障害賃金ってもうあのデータ出てますし、まあ、計算すれば出てくると思うんですけど、まあ、別にネットビジネスやらなかった場合普通にまあ高校を卒業する大学を卒業して就職活動っていうレールがあってそこで働いて給料をもらって生きていくっていうのが普通じゃないですか別にでその普通のレールの中でももう1億円なんですよね で、まあもう計算式出してるんですけど、まあこれ結構ありえないですよ。20歳から社会人になりました。で、えー、会社で働きました。で、65まで働いたとして、45年、20から65までだと45年働いてることになるんじゃないですか。で、20歳から全く給料が上がらない。手取り20万。だから年収240万。45年働いて年収が1ミリも変わりません。 新卒で採用された手取りがずっと変わりませんっていう状態ねそれが仮に45年続いたとしますだから年収240万 ×45 年で1億800万なんですよまあ多分ちゃんと普通に働いていればちょっとは昇給するとは思うんですよねまあもちろんその年功序列っていうのはなくなってきてるので一概には言えないですけど新卒で入った時の給料と45年後の給料が一緒っていうことは僕は考えづらいですねちゃんと働いていればね ただ、それを完備しても、ずっと手取り20万を45年続けたとしても、1億800万なんですよ。で、20歳から65まで働くって別に普通というかね、別にその、何度普通じゃないですか <laughs>。それでも1億円稼ぐんですよ。うん。で、その、会社でね、 嫌なことがあったりとか、例えばその昔ね、堀江さんが炎上しましたけど、手取り14万のお前が悪いんだよみたいなね、炎上したわけなんですけども、手取りで今 TikTok でもなんかその検索、まあ僕ポイ活してるんですけど、TikTok でもなんか手取り20万の生活みたいなの結構ワードであってね、手取り20万の生活を情報発信してるのが結構あってね、どんな生活してんのみたいな。で、 そのうん、手取り20万で不平不満言ってる人いや結構いると思うんですよ少ないみたいなこれじゃ何もやっていけないみたいなうんだけど働いてるわけじゃないですかでもし感情のまま動いていたらふざけんなここで働いてもこれしかもらえないから嫌だっつってやめるじゃないですかじゃあ全員やめますかっていう話なんですよねこれやめないんですよでなんでやめないのかっていうとじゃあこれやめた後給料なくなったらどうやって生活するって考えますよね 思考、感情はふざけんなと思ってるんだけど、思考で考えるわけじゃないですか。これやめた後どうするみたいな。だからやめないんですよ。これ感情のまま動いてたらやめますよね。こんなふざけんなみたいな話ですよ。うん。だけど、ほとんどやめない理由っていうのは、考える、頭の中で考えて、でもな、どうしようかなみたいな話ですよね。そう。<laughs> うん。で、あとは、まあ、その、ね、会社でパワハラがありましたと。 上司にパワハラを受けました。多分その時に気持ち、感情としてはふざけんなクソ上司みたいな感情が出てきて、頭の中とかね、心の中でぶん殴ってるとかね、もうリンチしてるとかね、ふざけんなボロクソにやってるみたいな映像が出てきたりとかすると思うんですけど、それをリアルにやらないじゃないですか。気持ちは出てるんですよ。もう頭の中でも、なんかその、上司をボーボーにしてるとかね、なんかそういう絵が、絵が上がったとしてもやらないですよね。 で、それやらない理由って、もしやって、半殺しにしちゃって、もしも,も、行き過ぎて殺してしまったら、刑事事件になって、もう、なんだ人殺しになりますよね。捕まりますよね。だから、それを制御するわけですよね。感情が出てきたとしても、この上司ムカつくボコボコにしたいっていうの、感情が出てきたとしても、論理的に考えて、それやっちゃったらアウトだよね、みたいな。会社はもうもちろんいられないし、もう本当に殺してしまったら、刑事事件になるし、って話で。 だからそれを思ったとしても、その行動を促さないわけですよね。考えるから。だから結局ですよ。結局、僕たちっていうのは、あの、僕たちの行動を制御しているものって、感情が出てきた時に思考でコントロールしてるわけですよ。で、この思考でコントロールするってことができてないければ、感情のまま全部動くので、まあそこら中でパワハラ受けたらボコボコ。 パワハラ受けました殺しましししたみたた殺みいなニュースばかりですよだって全員思考がないコントロールしなければね <laughs> でもまあ一部の人はそれが思考でコントロールできず感情のまま動いちゃって事件になるっていうところもあるんだけどもでも9割の人はコントロールしてるわけですよだからあのこのマインドっていうのがどういうその行動にこうリンクしているのかっていうのをよくよく考えるべきなんですよねうーんそう だからまあお金を稼ぐっていう行為はもう,もう一言で言うと行動に集約されるわけですよ。お金を稼ぐっていうものに関しては行動にすべ、まあ、もうざっくり言うと行動に集約されるんですよ。どんな行動するかだけなんですよね。でまあブログでまとめて書きましたけども、例えば不動産投資で利回りで家賃収入だけで飯食ってますっていう人がいたとしても、じゃあ最初から家賃収入で飯食えたわけじゃないじゃないですか。 じゃあ、家賃収入で飯食うために何最初の行動したのかっていうと、じゃあ不動産、不動産投資を勉強するためにセミナーに行くとか、本を買うとか、ね、現地に視察しに行くとかね、あと借り入れするとか、そういう行動をいっぱいしてきて、失敗もあっただろうし、その中でもまた行動して勉強してっていうことを繰り返した結果、最終結論、今は家賃収入で何もしなくても飯食えてますっていう状態になってるわけですよ。 だけど、最初の起点っていうのは、その行動してるわけですよね。うん。だから、その仕組みを作るにしても、最初のやっぱ行動は必要なので、じゃあ、その、なんだ 半自動でお金がこう入ってくるまあネットビジネスで言うならば、ね、広告を回してステップメールで売れる自動で売れるっていう仕組みを作る上にしても最終的そのその最初のブースアップは仕組みを作らないといけないのでその仕組みを作る上での行動を促さないといけないんですよね自分でやらないといけないですからうんじゃあそのマインドセットはどういうマインドセットがあるんですかその行動を促してるマインドセット行動をコントロールするマインドセットは何があるんで持ってるんですかっていう話ですよね で、これがないと、結局行動が制御できないんですよね。コントロールできないので。だからマインドセットだけで、そもそもあなたも1億円稼いでるよって話ですよ。普通に生きててもね。うん、マインドセットがなかったら会社辞めてますよ。<laughs> 感情のまま生きてたら、ね、そうそうそう、ちょっとね、TikTok だったかななんかちょっと見たんですけど、 ヤマト運輸、ヤマト運輸で倉庫で40度で働いていて、一人、一人ストライキみたいな。一人でストライキしましたみたいな。でも一人なんですよ。55歳の人だったかなその40度でもう倉庫で暑すぎて、もうもう死に、死にそうですみたいな。で、たった一人でストライキするみたいな。一人なんですよ。じゃあその倉庫で働いてる人って一人じゃないですよね、どう考えても。 みんな同じ気持ち持ってるはずなんですよ。40度でクソ暑い中、なんでこんなやんないといけないんだって、絶対負のフラストレーション持ってるはずなんですよ。でもストライキしたのその一人なんですよ。だから大抵の9割の人はそう、そういう気持ちはあったとしても我慢して働いてるわけですよね。考えて。なんかロジック的になんか考えて。感情。で、感情を抑えられなくなって、もう無理だ。体も無理だってなって、そのたった一人の人はストライキを起こしたんですけど。でも一人なんですよ。みんな思ってるはずですよ。 うん、だからね、まあ、そのし、稼ぐ上では行動をコントロールしないといけないんだけど、その行動をコントロールするためのマインドセットはどう思ってるのかっていうところの着眼点が必要ってことですね。そもそもなぜ嫌な仕事、なぜそもそも満員電車で何十年も働けるのか。それはもし感情のまま動いていたら絶対満員電車やだから、じゃあ上司に言うじゃないですか、満員電車僕嫌なんで、 あのお昼から出社していいですかって言うじゃないですか。だって満員電車嫌なんだから。ね、でもそれ言えないですよね。それは何で言えないかっていうとかん、いろんなことを考えてるからじゃないですか。いろんなことを考えるからですよね。社会的な部分だったりとか、会社的な部分だったりとか、自分への周りの目線だったりとか、なんでお前だけずるいなみたいになるじゃないですか <laughs>、まあ。いろんなことを考えますよね。で、そう制御するわけじゃないですか。うん、それが制御し,しないんだったら、 上司に LINE でね、すいません。今日満員電車みたいなんで行きませんみたいな。そうね。そう。まあそうはならないですよね、9割の人は。うん。あの満員電車でも今日行ってると思うんで。うん。だからそのロジック人がこう行動している、その行動しているロジックコアはどういうその関係性があるのかっていうところをやっぱ考えると、 その、より深くマインドセットをね、勉強できるし、より深くマインドセットが大事だっていうことを受け入れることができると思います。あなたがサラリーマンで嫌な仕事を何十年も続けられる理由は、感情ではなく思考でコントロールしてるからですよ。これ嘘ですか本当ですかうん。はい。多分、本当だと思います。だって嫌じゃないですか。どう考えても。朝から朝早起きして。マ、まあ、インデン,ンって嫌ですよね。 もう熱い倉庫で働くの嫌ですよね。うん。でもそれでも働ける理由、それでも行動し続けられる理由、そこで働き続けられる理由は何ですか確実に思考で考えてますよね。コントロールしてますよね。うん。あ、ここね、本当にね、理解した方がいいと思います。めちゃめちゃ人がその動くものってどうなのかって、パソコンもそうなんですけど、パソコンも OS だったりとか CPU っていうか、まあパソコンがあったとしても、例えばパソコン OS で言うならば、 あの、パソコンがあったとしても、Windows の OS を入れれば、Windows の動きをするんですよ。で、Mac の OS 入れれば、Mac の OS、Mac の動きをするんですよ。わかります ?Windows と Mac 使ったことがある人だったらわかると思うんですけど、動き違いますよね。うん。で、それは OS が違うからなんですよ。指令してるのが。 だパソコンがあれば同じ動きじゃないんですよね。OS 次第で。だその OS っていうのはマインドセットに当たるんだったら、マインドセット次第で行動が変わる。OS、Windows の OS によって、OS だとこういう動き、Mac の OS だとこういう動きっていう、そういう感じじゃないですか。だからそれも一緒なんですよ。うん。だからそこに気づくと、やっぱマインドセットすげえ大事だなっていうところでご理解いただけるんじゃないかなと思います。うん。 で、でもほとんどの人はここに気づいてないですよ。マジで。だから気づくべきです。うん。でもこれ気づいてないと、マインドセット宗教みたいなね。<laughs> マインド、なんか洗脳、マインド怪しいみたいになっちゃうので、いや、そうじゃないよっていう話ですよね。うん。はい。ということで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。